そしてこれも楽しみな体験なんですよ、僕。そうですよ、僕個人的ですよ。いや僕も思いますよ。僕個人的にこのね、上尾選手とね、はい、末永あの兄ってね、はい、昔からの仲間なんですよ。仲間ですね。あの同時期ですね。九州で、はい、上尾は熊本で、熊本で末永兄ちゃんは、はい、鹿児島なんですよね。今許し下げて働いてるんですけど、はい、昔からね、あの二人もね結構バチバチなんですよ、実は。ほう、そう、時代も一緒。時代も一緒。年齢も非常に楽しみ。しかも二人とも乗れてるし、はい、乗れてますよね。はい、二つとも1号だしね。今何を考えてるんですかね、二人とも。いやー、どっちもやったらぜひなと思ってるんですか。さあ、九州男児同士。そう、九州男児同士しっかりと意識をして今置いていかれないような状態。おー、おー、上田が何くらい。おー、さあ立ち上がっていくか。上尾のマシンが回ったのかどうなんでしょうか。これはこれはどう見るかね。もうね、スモークの中でわからない。わからない。だけど、ナオト、すごいね。すごい。ナオト、あの、繋がってるような感じですよね。もう、ね、なんか棒で一緒になってるような。磁石でくっついちゃったのかと思った。Hey, can you... さあ、リプレイが今流れています。このちょうど放送席の前、ゾーン2立ち上がりのところですね。さあ、どう、もうね、今リプレイでもそうですけども、吉さん真っ白でも全然分かんないですね、うんうん、実際その後追いで前の車のリアサイドからものすごい白煙が上がっている、はいはいはい、タイヤスモークが上がっている、うん、見えない見えない。ただドライバーの今のナオトの位置だったら見えてるんで、うんうん、まあ、ナオトが今どういう風にね、なったかっていうのは一番分かってるんで、まあドライバーに聞いてみて。ただ僕らのところだともう2人ともね全く白くて見えませんでしたからね。ですよね、はい、そうか、もう教えてほしいぐらい。どうなったのって、今お互い2人ともどうなったのって聞きたいぐらいです。、うん、直接ピットに行ってね。そう、じゃあもう本当にこのスモークの中では、はい、勘しかないんですかね。まあ前の車が回らなければね、まあ、自分も当たってなくて回らなくてそのまま行けば多分そのまま行っちゃうし、まあ、後ろのね、ナオトがもしかして軽くパーンと接触してれば上をからすればこうね、やっぱりもう耐えきれなくて回っちゃうわけだし、うんうん、まあ、その辺はね、お互いにまあこれだけの距離でね、いいものを見せようと思ってね、行ってるわけだから、まあドライバー的にはね、まあ、当たった、それとも当てられたっていう感覚はどちらにもあるから多分、うんうん、まあ、見える見えないよね、まあ、僕らの外側の目線でだけであって、はい、まあ、ドライバーはね、当たれば分かるし当てられれば分かるし、まあ、そこはね、お互いに分かるんじゃないですかね。というドライバーの視点からするとこういうことになると、はい、うん、さあ、何度も今リプレイが見直されていまして、ジャッジが、はい、難しい顔してます。分かれたんですが多数決で、まあ、後追いの末永選手の接触によりのスピンになってしまいました。多分もしかしたらあのタイヤフロント、末永選手の右のフロントタイヤが、上尾選手のフロント左フロントタイヤに当たると軸になって回ってしまうということがあるので、でも近いのでもうこっちはこういう判断でしかちょっとできないので、はい、でも分かれました。はい、はい、分かれたんですね、はい、でもジャッジとしてあのやり方で多数決で、決めなきゃいけないので、今回はちょっと今末永選手が5分間ルールを使って、上尾選手も車が見れると、うんうんうん、いうことです。はい、さあ今5分間ルール適用、そして10分間ルールも適用ということで、ここで一旦放送上のコマーシャルが入ります。さあ先ほど、はい、末永直人 VS 上尾、はい、勝弘、はい、まあ、接触があったという、まあ、裁定が下されて、はい、入れ替わって、はい、末永先行追走の上尾と、はい、いうことになります。さあスタートしました。末永先行、上尾トヨタついていく。ボールの
前はどうだ、振ってきた、おー、ビッグアウト、そしてノックを取っていく、ただ見たっていける、これは正真正銘、すげえな、バッチリと勝負をしているこの2人、すごいね、すごいな、これあっという間に終わってしまいましたね、早っ、早く、もう、ナオトも早いし、この2人の場合は2周ぐらい、ね、してもいいんじゃないかな、そうですね、あっという間に終わってしまいましたけど、あっという間の終わりにはすごい走りでしたね、すごいですね、2人とも今リプレイが流れていますが、はい、本当にビタビタの勝負ですね、ナオトの進入もすごかったな、ちょっと今、上尾のフロントがね、コースアウト気味な瞬間がありましたね、ナオトの進入、パキッといったな、まあ、さっきの抜きにしたら、本当に今の先行もすごい走りだったし、はい、ずっと、まあ、最後のはちょっと離されましたが終始近い場所にいた上尾さんも上尾選手もすごいいい走りでしたが、やっぱりさっきの結果を足していってしまうと、はい、そうですよね、さあ左側に末永直人、右側に上尾勝弘の写真、お、末永に1本、上尾に1本、そしてもう1本が上尾です、日本ムーブしたのは上野さんの写真の下でした、この対戦勝ち上がったのは勝弘、上尾、ゲッツ・ザ・ウェイ、この末永に1本入ったっていうのはちょっと嬉しいですね、なんかね、ねえ、まあ、ミスはしたんですけど ね、はい、ここでそのやっぱり接触の部分は審査にずっと行くんで、やっぱり多数決でどっちがどうなったっていうのを考えた上で多分あの、ね、ジャッジの結果が全然左右されるので、はい、でも本当にもったいないけど、末永選手このフル参戦 FD 出るこの1年目のこの1戦目としては多分いい仕事しましたね、すごい、発揮しましたよね、はい、とっても印象に残ります、ね、